ということで阿部さん、来ましたよ阿部連。来たね。県外。どういうこと？中田。早ない。どういうこと？だってロケ今何回した？3回目ですね。3回目やろ？3回目で県外。もう県外。なんか5回目にはもう日本で飛んじゃうこれ。どこ行くと？ね。気になる気になる気になる。なんだお前もう CM 入るでこれもう。長崎のハウステンボス行きます。おっさん二人。おっさん二人でまさかの。目的地は長崎県のハウステンボスよ。あれ観覧車あるやん。中田一緒乗ろうよ。そんなビビらんやろ。中田観覧車乗ろう。中田3、2、1、イエーイ。 Thank you。 うわステンボスになります。すごい風車。はい、これ覚えとるわ風車。あれすごい。勝者のお席でワインついとるやん。すげえ。うわすげえ。いってらっしゃーい。おーうわマジでこれ。えレン楽しいね。幸せだよ。よかったね今日来れて。すごく嬉しい。二人きりになれた。ここ嬉しい。ここに阿部ちゃん連れて来れて本当によかったよ。すごいね、ルパン流れてるね。阿部ちゃんいいね。中田ちゃん最高。これ道を追ってんのかこれ。なんかおかしい。なんだこのナビ。これうるさいねこれ。うるさいですね。来たっすよこれ。いいね博多。なんで博多、ね、なんで博多来たんやろ中田ね。博多連言うても抜け出しますか。博多連言うて抜け出しますか。博多連はあかん。博多連は絶対あかん。なんかあったんすか。やめとけ。広げるな会話はそこで。どこ行くと気になります。気になるでしょ。どこ行くと気になるでしょ。博多からレンタカー借りてさ。気になるでしょ。おっさん二人でさ。気になるでしょ。次どこ行くと。それは言えないっすね。なんなお前。まあまあまあ、まあ、行き先がどこですか。まあまあまあ、抑えてください。高ぶる気持ちをね、抑えてください。黒川温泉とか行くの。熊本県、知らんやろ、黒川温泉。違う、知ってますよ。え、知っとるんや。知ってます、知ってます。めちゃくちゃいいよ。クリスマスに家族や恋人と行きたくなる長崎県のハウステンボスよ。ちなみに阿部さん、ハウステンボス行ったことありますか。俺ね、はい、小学校の頃行っとるんやけどね、覚えてない。もう全く。全く覚えてないね。僕初めてなんですよ。ここいやハウステンボスがむしろ長崎が人生で2回目でまさかの2回目を阿部さんと。いやー嬉しい。阿部さん家族でこっち来ることとかあるんですか。もう仕事でついこの間来た。ついこの間海の中道の水族館行った。福岡タワー見えてきたねしっかり。おおちょっと待ってや。ドーム来た。ドーム来た。めっちゃおおうわ2018年梶谷投手から2球続けられたカーブを満塁ホームランを打ったなんて全然覚えてないな。あの日本シリーズ。いやもう言うてもてるんやですけど全部覚えてるじゃないですか。全然覚えてない。うわあの映像が全然もう覚えてないけど。いや覚えてないんやったら言われへん。あの満塁ホームラン1試合2本打った。いやむちゃむちゃでもあのせいで負けたって言われとるもんな実際。あれだってヒットで繋いとったらもっと点が入っとった言うて満塁ホームラン打って一気に流れがなくなったみたいな。満塁ホームランなんか最高の結果っすからね。史上20人目の男とかそんなのいいから別にそんなに日本シリーズで満塁ホームラン史上20人目の男とかあんまりそんな大きい声で言うなよ。これはこの後も雲行きは怪しいですね。天気さらに大荒れかもしれないですね。間違いで。元恋選手は私たち広島県民の誇りだものね。もうすぐハウステンボスに到着ね。お、もう着くやん。え、中田ハウステンボスやん、もうこの辺。あ、でも待って、俺小学校のとここれ、この黄色の建物とか覚えてるんですか。覚えてない。だからなんなんて全然覚えてない、ごめん。うわ、おうわえぐいえぐいえぐい。すげえ。うわ、でっかでかちょっと待って想像を超えとったわ。ちょっと別世界っすね。うん、でもこれ中田、ちょっとあれやな、別世界やな。いや、真似すな。あれ、観覧車あるやん。中田一緒乗ろうよ。そんなビビらんやろ考え。中田観覧車乗ろう。中田中田観覧車乗ろう。中田あいでで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 で で阿部さん着いた着いた着いたで雨も上がってるよ中田。はい、よかったね。よかったよかったよかった。うわ昭和っぽいな。この匂いですよ。この匂い
わかるこの匂い。ああ、わかりますわかります。ハウステンボス。はい。うわ、すげえ。ここ。やっぱりもうクリスマス一色っすね。早いね、なんか。いや、この間ね。マジで早い。あっちとか言ったのに。テンション上がる。こんな感じ。はいはいはい。お、誰かいた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 。めちゃくちゃ手振ってくれた。めちゃくちゃ手振ってくれた。こんにちは。小学校以来なんで、ちょっとまた、ね、初めて、はい、初めて以来ですよ。ほぼ記憶もないんで。本当ですか、はい、今、ハウステンボスはですね、光の街のクリスマスを行っております。すごいですね、クリスマスのもう。そうなんですよ。一気に、この間までハロウィンと思ったら、一気にもうクリスマスで。この中のヨーロッパの街並みとクリスマスの感じをですね、お二人には楽しんでいただけたらなと思っております。やったー。分かりました。楽しみましょうよ。こんにちは。こんにちは。こちらがハウステンボスになります。すごい風車。はい、これ覚えとるわ。風車覚えてますか。多分あれずっとありますよね。ありますあります。そうですよね。これハウステンボスはどこの街並みを、はい、こちらですね、オランダの街並みと、オランダ、はい、ヨーロッパの風景をここ再現しておりまして、いろんなところでフォトスポットいっぱいありますんで、これこの川みたいなのも全部、早速あそこもね、あそこも写真撮れるとか、阿部さんいっぱいありますよ、フォトスポット。ウェルカム。今お客様がちょっとあれしてるんで、ちょっと一旦止まりましょう。 It's OK? OK? 写真撮ってあげたらどうですか。あー、立てるスタンド。いや、yeah, Yes! はい、入る、入る、入る、あ、一緒に入る。 No! No! OK? OK? Yes, yes, yes. スポーツ選手、スポーツ選手、スポーツ選手。はい、3、2、1、イエーイ、ユー、 Thank you! 絶対しない。 Thank you!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  オランダの人ではないと。でも阿部さん、早速掴み OK ですね。あったまってきましたね。あったまってきました。これで、敷地内にこの川ってさ、ぜひ中の方へ。これちなみに何平米、はい、152万平米ございまして、152万平米。簡単に言いますと、東京ドーム33個分。えぐ、ー、そうなんですよ。マジ？お船が、船がね、ちょうど。はい、お船でかわいい風な感じで。うわ、いいね、いいね。はい、じゃあこの方が入っていきますね。テディベアですか。あ、こちら、はい、テディベアがございまして、この中でもテディベア博物館みたいなものがございます。これちなみにあれですか、フォト、これはフォトスポットですか。フォトスポットでございます。中田なんか見せて、中田見せて、ちょっと中田、ちょっと中田、やっぱ後輩がね、こういうのシンキングタイムみたいな感じですね。次どこ、あちらの方になります。はい、はい、ね、オランダの街並みが、始まってない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 、始まってなかった。もういい、行こう行こう、長い長い、行こう、5時間かかるよ、ここからも。中の方入っていきます。テディベアキングダム。はい、こちらですね、本当にオランダの建物を再現してるんです。え、かわいい、ありがとうございます。すごい、かわいい。おお、でかっ。そうです、こちらキングダムティディバヤでございます。中田の態度ぐらいでかいわ。はい、中田の態度ぐらいでかい。いや、安倍さん、安倍さんの態度には負けますよ。安倍さん、ね、急に態度をこうやってやるすいません、すいません、ここ顔を、安倍さん、安倍さん、顔が開いてる。阿部さん、阿部さん、顔が開いてる。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 かわいい顔抜きくまさんで。はい、チーズ。レンさんが撮るといつも阿部さんの顔が見えないのよね。完璧。完璧。完璧。かわいい。知ってる。いいね、こうキラキラして。ただ、はい、こちらがですね、フラワーロードというところがございまして、この風車と一緒に写真を撮っていただけるようなスポットになっております。綺麗ですよね。スタイリッシュな、いいポーズだ。あれ中田がね、得意ですからポーズは。ごめんね、すいません。どちらから来られたの。東京から。東京、すごい。僕たち何に見えますか。あるスポーツをやってました。スポーツやってました、はい、去年まで。去年まで。
レスリング。背も高いから。お野球？野球です。野球なんですよ。ええすごい。広島で広島東洋カープで去年2人も現役やってた。現役でやってて。すごい人に会ってる。おっさん2人でハウステンボスでロケに来た。ロケに来たっていう。すごい人に会ってるよ。全然すごくない。全然すごくない。でもやっぱ今一番このホットなもう世界的に持ってたやっぱ末金選手ですから。わからん。わからん。わからん。もう誰も話聞いてないけど。握手って大丈夫なの？おい大丈夫。知らん人と握手大丈夫。学校で言われたらよ、知らん人に絶対ついてくれよって。大丈夫。すごい。あいつ幸せだね。ありがとうございます。どうぞ。かわいい。やった。かわいい。いや飛び跳ねてくれて嬉しいですね。写真撮らせてもらって。ああ、全然。撮りたい。飛び跳ねてくれて嬉しいですね。こんなに喜んでくれるって最高ね。ありがとうございます。はい、いきます。ちょっとローアングルですいません。撮ります。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。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 フォトスポットのブランコで2人の絆を深めたり、お花畑を満喫したり、いい思い出ができたわね。そこで特別企画よ。阿部対蓮、長崎ハウステンボスクイズ。勝つで、勝つよ。もっともっと長崎県とハウステンボスの良さを知ってもらうためにクイズを出すわね。勝者には園内にあるレストランの豪華なディナーをプレゼントしちゃうわよ。お腹を空かせたお二人さん、どっちが食べられる？それでは第1問よ、はい、フラワーフェスティバルやクリスマスなど年間を通して季節のイベントを開催し、いつ訪れても新しい魅力や楽しみ方が見つかるハウステンボスですが、ここ長崎県出身のプロ野球選手を3名答えてね。うそ。OB の方でも OK よ。しかし誰もが長崎出身だと知っている大瀬良大地投手、元カープの今村武さんは NG ワードよ。もう一発目に買い取ったもん。もうほぼ買い取ったのに今ほぼ。テレビの前の皆さんには先に答えを教えちゃうわよ。現役選手からレジェンド OB まで様々な選手を輩出してるのね。10秒だけウィキペディア見る。いや見たかん。ダメ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 でしょ。ダメでしょ。ダメか。ではでは、はい、まずは中田からいいですか。はい、はい、長江選手、下江柳投手で野原選手、これ全部まあ OB の方なんですけど。野原雅史さん。野原雅史さん、西武で阪神、はい、で阪神。レンさんの答えは3人中2人が正解よ。そして阿部さんの回答がどうぞ。全部先ついてるやん。この先選手中崎投手、そして誰もが知ってる長崎投手。長崎誰しも知ってる。長崎投手はどこの球団の方ですか？長崎バイオパークス。長崎バイオパークス。長崎投手、背番号18番。そんな球団ないです。日本史上バイオパークス。日本で35勝。そして10億円、初の10億円プレイヤー。誰もが知ってます。誰やねん。阿部さんの答えは3人中全員不正解。レンさんの方は3人中2人正解ということで、はい、よっしゃー、1ポイント乾杯です。乾杯です。乾杯です。1ポイント。すみません、誰一人思い浮かばなかったです。残す問題はあと1問。どっちが食べられる？指名選択希望選手、はい、テレフォンで、はい、指名選択希望選手テレフォンで。うわ、かぶった。すいません、ごめんなさい、プライベート中。今の川口春奈さん。ちなみに今この声全部テレビ局収録されるけど、この音今あれすごい。勝者のお席でワインついどるやん。すげえ。ここで告白しようもんなら 100% やん。もう
もうここで振られたらもうどこで成功するの。うわすげえ。かっ飛ばせあっべあっべ終わらぬ夢の先に導いてくれ。あ、優しい。すごい優しい。いってらっしゃい。おお。マジでそれこれ。え、なかなかアベレンで乗ることもないです。まあ34歳のおっさんと37歳のおっさんが何2人かの状態。僕久しぶりにこんなワクワクしました。この続きは来週ね。